こんにちは、鈴木マリアです。今日はお料理をしていない日なので、札幌クラシックのビールを飲みながら、お友達と4人で旅行に行った小樽観光のお土産と、今日買った無印の商品を紹介します。ではまずは、待って、泡多い、半分以上泡になっちゃう。二度注ぎが美味しいんですよ。上から注いだ後に泡がなくなっていきながら、ちょっとずつ注いでいくのを二度注ぎっていうんですけど、泡が細かくなって口当たりが滑らかになるそうです。では乾杯。っていう風に1本目かのように装ってるんですけど、実は2本目です。1本を飲み終わって2本目です。札幌クラシック推しというわけで、ビールを飲みながら私の購入品をご紹介します。じゃーん、ルタオの紙袋なんですけど、小樽でお土産を買ったんです。自分へのお土産を自分に買ってちょっと寂しかったんですけど、動画を撮れば寂しさがちょっと紛れるかなと思ったので、動画を撮るまで開けるの我慢してたので、開けていきます。まずはこの2つ、小樽の香りと白桃アールグレイのフレーバーティー、紅茶です。紅茶大好きなのでこの2つを購入しました。こっちは私の大好きなフルーティーな感じの紅茶で、こっちは小樽の香りって言うんですけど、併設されてるカフェで実際に友達が頼んでたので一口もらったら、すごいなんかホッとする感じの、寝る前にも飲みたくなるような、朝寒い日も飲みたくなるような紅茶だったので購入しました。シナモンスティックとかマグカップにぶっ刺してもあると思います。今度それ飲んだら紹介しますね。続いてはこちら、これ冷蔵品だったかな。お買い上げいただき誠にありがとうございます。商品に記載されている保管方法に従ってお取り扱いください。これ数日ちょっと放置しっぱなしにしちゃったんですけど、あ、保冷剤ついてた、保冷剤ついてました。じゃん、ナイアガラのチョコレート、開けてみます。あ、これだ。こんな感じになってて、確かマスカットとかそういうブドウのチョコレートになっています。ナイアガラ、あ、いい香り、すごい、あ、ハイチュウのマスカット味の香りがします。こんな感じで、あれみたい、パプリコの頭。ちょっと例えがチープすぎるんですけど、本当にいい香り、ハイチュウのマスカット味。あ、刺した感触もハイチュウみたいな、すごい柔らかい。いただきます。ハイチュウだ。生チョコレートなんですけど、生チョコレートじゃなくてハイチュウよりも柔らかいぐらい、ハイチュウぐらい滑らかで、ハイチュウじゃない、これはすごい美味しい。ちょっともったいないので一つずつ冷蔵庫に入れて大事に食べます。あ、こちらもチョコレート、プチショコラ、缶入り、ストロベリー、いちご味のチョコレートですね。カンカンに入って、開けてみます。フリーズドライイチゴ丸ごと1粒、ホワイトチョコレートでくるみ、甘酸っぱいイチゴパウダーで仕上げました。イチゴの酸味とホワイトチョコレートの絶妙なハーモニーをお楽しみください、だそうです。こんな感じ。あ、お、香りは六花亭のイチゴチョコレートと一緒。いただきます。いちごを口に入れ
た時に六花亭のとか無印のってホワイトチョコレートだから甘さが勝つじゃないですか。でもこのチョコは周りにいちごパウダーがコーティングされてるので甘酸っぱいから味がきますね。美味しい。え、もうないよ。あ、違う、これちょっと飲んだ方。さあ続いてはこれラストだ。じゃん、サンテリアのピスタージュ、多分ピスタチオ、ピスタージュフレーズノアドココ。フレーズは多分イチゴだと思う。3つセットになってる。人にあげたいな。家族には結構もう北海道行きすぎててもうお土産渡しすぎたのでいいかなって、最近は渡さなくても。まずピスターシュ、こんな感じです。あ、開けないと分かんないな。じゃじゃーん、触っちゃいます、自分のだから。ピスターシュ食べたいけど、これ食べたら1本食べなきゃ。思い立つ包丁だね、こんな時に。切りますよ。ドライフルーツがチョコレートと戦ってる。うん、仲良くしてる。最初はドライフルーツの食感とピスタチオの香りで食感が楽しくて戦ってるんですけど、ドライフルーツ噛んでいくと口の中でピスタチオとドライフルーツが一緒になって、すごい美味しい。仲良し、口の中で一緒になって仲良し。すごいピスタチオが香ばしい感じがします。一口にして大切に食べます。続いてはフレーズ、いちごだと思う。同じ袋、あのベリーとピスタチオが散りばめられてる。一緒で一緒で、いただきます。かわいい、これが食べたかった。さっきドライフリーズのいちごの食べたからか、あんまりいちごのインパクトがそんなに強くないんですけど、香りはあってホワイトチョコ寄りのいちごチョコっていう感じですね。さっきのピスタチオはもうピスタチオって感じだったんですけど、主張が控えめな味でした。で最後はノアドココ、うん、あ、チョコだと思ってました。私ホワイトチョコだ。しかもなんかパイナップル、パイナップルって書いてある。パイナップルです。あ、パイナップルの香りする。しかもちょっとココナッツっぽい香りもするような気がしたけど、入ってる、入ってますね、ココナッツ。いただきます。うん、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 美味しくて感想言うの忘れて普通に食べちゃってた。美味しい、美味しい。ドライフルーツのパインがこう結構シャキシャキする感じ、シャリシャリっていうのかな、シャリシャリする食感で、でココナッツの香りが結構本当に絶妙に、ココナッツ、ココナッツ大好きなんですよ私。もう絶妙なココナッツの香りと、あと一瞬シナモン入ってるのかなと思ったんですけど、本当に私の大好きな味すぎて、なんかすごいサプライズ、意外。チョコだと思ったらパイナップルで、ノアドココ、ココナッツのココか。すごい美味しかった。おしゃれなというか、女性は結構好きかも。定番じゃないところを買ってみて挑戦したら大成功っていうパターンのサンテリアノアドココのお土産でした。はい、以上が私の小樽での自分へのお土産です。続いては、おいしい、続いては昨日買ったこちら、パン、スターバックスのクリスマス限定タンブラー。
たまたまスターバックスに立ち寄ったらこのタンブラー発売日だったみたいで店頭に並んでて一目惚れして購入しました。すごい可愛い。私ねリボン多分好きでお家のカーテンもリボンなんです。お家のカーテンもリボン柄のやつ持っててなので購入しました。可愛い。可愛くて乗せるか迷ったんですよね。乗せました。そしてこちらは今日無印に行ってきました。無印での購入品をご紹介します。これあったのびっくりした。詰め替え用綿棒200本入り120円。詰め替えればいいやって思ったんで安かったからこっちにしました。続いてはよくなくしちゃうのですが必要なスプリングゴム2個付きで290円。普通のゴムも売ってたんですけど普通のゴムだと結構切れちゃう言いがちなので無印のは分からないけどこれだったら髪の毛に跡もつきにくいしということでこのスプリングゴムにしました。続いてはオールインワンジェルと敏感肌用薬用美白オールインワンジェル 200g 2590円。結構するね。マイルド保湿洗顔ジェル 120g 790円。最近私新しく入ったジムにスパがついててすごい広い温泉に入れるんですけど毎回いつも使ってるやつを入れ替えて持ってくのがめんどくさいのでお風呂用バッグみたいなのを作っていて泡立てなくてもいいしこっちは1本で済むしっていうことでちょうど使ってたやつがねなくなったんですよ。続いては最後意外な商品頭皮ケアブラシ990円っていうのを購入したんですけど実は私のうちブラシなかったんですよね。この前岩佐美咲ちゃんが遊びに来た時にえブラシないのって言われてあない歯ブラシはありますが髪の毛のブラシないかもと思って女子たるものブラシ必要なんだと普段使ってない私が思いまして買ってみたんですよ。で実はちょっと試供品見たら結構大きくていい感じだったから大きい顔よりはちっちゃいけど大きい。溶かすと髪の毛が綺麗になったような気分になりますね。これ頭皮ケアしてくれるんでしょ。私の家系がもしかしたらしっかりケアしないとまずいかもしれない家系なので気持ちいい。眠くなる。こんな感じで今日から髪の毛をちゃんとせめてこれで溶かしたいと思います。なんかいい感じなの。以上が私の無印での購入品でした。今日はお料理じゃなくてごめんね。疲れちゃって作れなかった。明日作るよ。また見てね。最後まで見てくれてありがとうございました。